こんにちは、柴田です。今日は開放弦の連打の練習をしていきたいと思います。まあ、X のコピーをやっていて、ぶち当たる壁の一つですよね、5弦開放弦の連打。これはですね、ちょっとずつ克服していくためのエクササイズをやってみたいと思います。まずはですね、5弦の開放、ここをですねひたすらトリルという形で鳴らし続けます。まずはですね、ミュートもせずにずっと鳴らし続ける練習ですね。かなり地味なんですけれども、まずこれが右手をですね早く動かすために覚えさせる練習になります。で、楽なポジションで弾く、で右手が疲れすぎないように弾くっていうところですね。ちょっと力が入りすぎるとスピードが出てこないので、まずはその辺考えながらですね、楽に弾けて早く弾けるような筋肉の使い方をですね、このトリルの連打で学べると思います。体が覚えると思います。まずもうここですね、この辺の腕の力で引くのか、この親指のこういう動きですね。でもこれは引きやすい方でいいと思います。おのおの向いてる引き方があると思いますので、まあ、ちなみにヒデさんとかパタさんはちょっと腕引きな感じですね。こういう動きで弾いてるような感じですね。で、まあ、こういう親指で早弾きするときみたいなっていうタイプでも全然 OK だと思います。で、まあ、ひたすらこれをずっとトリルでやり続けて、で自分のポジションを見つけると、筋肉の使い方と一番やりやすいポジション、この開き方とかもですね結構違います。バッて開く場合と、軽く開く場合と、にゃんこの手でやる場合と、弦へのピックの引っかかり方が違うので、これもちょっといろいろ試してみてください。あとピックの角度もですね、引っかかりやすい角度だったりとか、自分はこうしっくりくる角度があると思いますので、その辺もですね、このトリルで見極めながらやってみてください。まあ、ちなみにパタさんはこんな感じで弾いてますよね。ギュッと伸ばして、ヒデさんは割と開いて伸ばしてますよね、初期の方は。これ人それぞれパターンがあるので、まあ、自分の一番やりやすい握りと腕の力の位置をこれで見つけてみてください。5弦をひたすらトリルです。力を入れすぎないようにひたすらトリル。一応ここ僕押さえてますね、5弦の2フレット、あ、4弦の2フレットですね。まあ弾くわけじゃないんですけど、一応気持ち押さえてる感じです。これをひたすらやります。まあ、地味ですけどね。まず最初に、まあ、先ほどもお伝えした通り、力の入れ具合とどの開き方が一番自分にしっくりくるかと、ピックの角度どれがしっくりくるかっていうのをこの時点で見つけてみてください。で、第2段階として、次はミュートしながらのドリルですね。これも先ほどと同じで、
さっきの覚えた力の入れ方であったりとか指の開き方、ピックの角度を意識してミュートで弾きます。ちょっとひたすら地味なんですけれども結構これ重要なので、先ほど覚えた腕の力、どこに力を入れて力を入れると一応楽かっていうのと、指の開き具合だったりピッキングの角度、楽にいい音、いい引っかかりがある場所を探してみてください。これはかなり地味ですけどね、これは基礎になっていくので、第2段階としてはミュートで取り入れるっていう感じですね。で、第3段階としてはですね、先ほどの5弦の開放弦に加え5弦ルートのパワーコードを入れていきたいと思います。今回は練習の一つとしてブルーブラッドのイントロの部分ですね、これを練習教材とさせていただきたいと思います。5弦の開放連打とパワーコード、これの組み合わせです。5弦のルートのパワーコードなので他の弦に飛んでいないので、これが一番弾きやすい最初の練習になると思います。タブは上に出しておきます。まずはゆっくりめに弾く練習をしていきましょう。で、慣れてきたら少しずつスピードを上げれば良いと思います。段階を踏んでトリルで、この時に力の入れ具合や指の開き具合、自分に合ったものを見つけて、次はミュートの練習で、第3段階としては5弦ルートのパワーコードで練習。感じでですね、段階を踏んで右手を鍛えていく練習をしてみてはいかがでしょうか。X 加入時にヒデさんも一番苦労したのはこの刻みだったという逸話があるぐらいですので、地味トレをして少しずつ刻みが得意になっていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。